はあ、なるほどね。うわ、2つ新しいやつか。何がかかったんやこれ。ノックバック効果が。ノックバック。これ白くなってたんですよね、封鎖。サバイバー側もわかるんかな。サバ側もわかるんや。じゃあ、まあハンターがどの位置によるかっていうのはわかるわけやな、簡単に。まあスポーン位置覚えれてるから、覚えてる人からしたらハンターどこにおるか特定できるけど。レオの思い出。バッツマン外れー。この人ら強いかもしれん。分かってる。単行者の方行ってもええな。おい、ニセプやってこれ。マジ？こんな届くん？初めてやった。初めてやってんけど、今の。飛びすぎたけど。まあ、ええわ。めっちゃいい衝動になった。カウボーイ来るな。ワンチャン感情来るか。あ、来へんな。完全ミステっぽい。患者が向こう。回復するな。まあ見とくか、一応見ときましょう。あー、中央患者で、あ、バッツマン来てるわこれ。借りたいな。落ち着いて。で、暗号機の進捗が見えるようになったんですよね。やばいで、これ。異常があった時しか見えんかったのに、まさかの、今見えちゃうっていうね。ちょっと奥目に出そう。はい、ドンピシャー。はい。あー、カウボーイが。半分超えるで。半分超えました。いや、でも暗号機の進捗状態近くまで行ったら分かるっていうのは、寸止めできてないかどうかが分かるから、でかすぎるけどね、正直。今通れたの？スリムになった分身。
スリムになってます？もしかして。あ、うまい。はい。感謝やりに行こう。あー、そのパペット壊してくれるのでかいわ。さあ、4釣りしようか。逃げ狙ってんのかな。いや、そう、最近マジで端末一瞬で熱くなるんですよね。今も端末多分熱くなっちゃって画面暗くなっちゃったんですけど、やばいね。お、うまっ。そんなんできんの？マジ？こっちもなんかあるんやけどな、そういうの。なげえ。あ、うまい。まあ、もうここまで来たら時間かかっても4釣りするしかないな。諦めてくれへんわ。あ、なんか耳鳴りするんやけど。よいしょ。でもさっきの鬼没はな、なんていうかドンピシャで暗号機に投げれたら鬼没使わずに2連撃入れれるんで、僕のミスなんですよね、どっちかって言ったら。まあミスをカバーするための落下鬼没でした今のは。ハンター不利って言われてるんですかね。全然ハンター今の環境不利じゃないと思うけど、 4VC やったらまあまあ確かにサバイバーかもしれんけど、どうやろうな。ハンターの方が勝率上手い人は高いからね、最上位いったとしても。うわ、ハンターの方が待つから勝率高くないってやってられんっていうのあるけど、まあまあまあ、どっちもどってちゃうかな。まあサバイバー 4VC やったらっていう感じで楽しいし、勝ち負け以前に楽しいしね、4敗やったら。そこが大きいんちゃうかな。ハンター勝っても負けても一人なんで。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。